はい、ありがとうございます。先ほどまでは山口さんの開発コンサルティング会社のお話みたいなところをお伺いしたんですけど、この動画では今 T-Swings Japan で働かれてらっしゃると思うんで、そこでどういうお仕事をされてるのかっていうところを含めてお伺いできればなと思ってます。今前提として T-Swings Japan ってネパールに住んで事業されてらっしゃるんですね。そうですね、ネパール事務所で、はい、働いてます。なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ T-Swings Japan の団体概要を聞いてもいいですか。はい、どんな団体なのか。そうですね、主にはこう4つ主軸があって、海外人道支援、はい、災害支援、うん、保護犬事業、地域おこしみたいなあ、そんな事業やってるんですね。はい、メインでやっていて、はい、今まで36の国と地域で活動をしています。ピースインズジャパンの名前あんま知らない人いないんじゃないかなと思いますけど ね、有名なんで。私もネパールに2015年に入った時に、うん、まず日本の団体で名前聞いたのはピースインズでした。そうですよね、はい、でも僕イメージが違ったのは、海外やってるイメージあったんですよね、うん、ピースインズジャパンで、はい、でも国内でも結構やってるんですね、はい、そうですね、保護犬なんてやってるんですね。はい、びっくりしたんですけど。そうなんですよ、本部が広島にあって、もともと広島って一番殺処分が多い県だったらしいんですけど、うんうん、今はピースウィンズが保護をして、はいはいはい、すごい長い間殺処分がゼロっていう、すごい、そうなんだ、掲げて、はい、治療をしています。じゃあその中の海外事業みたいなところに山口さんを担当されてらっしゃると、はいはい、そうですね、はい、なるほど。今実際ネパールではどんな事業をされてらっしゃるんですか。はいはい、そうですね、もう一通り地震の復興が終わりましたので生計工場の事業をしていて、その中でも給水の建設ですね、うん、生活用水がやっぱりないところっていうのが結構あるので、うんうんうん、生活用水、安全な飲み水のための給水施設の建設と、うん、あとは地震の後に家とか壊れたので、うんうんうん、家を建てたりとかして、結構皆さん金銭的に難しくなってしまったので、そこで生計工場っていうことで農業の技術を伝えるっていう、はい、そういうことやってるんですね。なるほど、ありがとうございます。農業っていう話あったと思うんですけど、はいはい、農業って何されてらっしゃるんですか。ネパールに住んでる人たちって結構自分たちで種をバーって撒いて、うん、自分たちが食べる分は作るっていうのはかなりほとんどの人がやってるようなところなんですけど、うんうん、でもその野菜を作ってお金にするっていうところまではなかなかいかないんですよね。あ、なるほど。だから自分で作って自分で食べるみたいなのが主流だと、うん、はいはい、だったんですけど、うん、それを少しマーケットに売ることでお金を得て、自分たちの子供とか生活に当てられるように少しずつ生活を豊かにしていこうっていうことで、例えば普通にトマト夏のシーズンだけ植えたら周りと同じ値段のトマトしかできないんですけど、例えばそれを少しシーズンをずらしてマージンを少し高めに取って、で売ることによって周りよりもお金がもらえるとか、うんうん、そういう技術を伝えるっていうところをやってますね。なるほど、そういうことですね。まあ、だからみんなが作ってる時に作っても価格って下がっちゃうけど、うん、ちょっとずらせば供給量が下がるから、そういったところで収入を向上させようみたいなことをやってるんですね。ちなみに3年の中でいろいろあったと思うんですけど、はいはい、一番辛かったことと一番嬉しかったことを聞いてみたくて。辛かったというか難しかったことは、やっぱり今までコンサルのところまでは建築とかの仕事を主軸に考えれば、あとの枝葉のロジスティックのところはやれたんですけど、今は農業もあって自分の全然分野外のところも事業にあるので、全然経験がないところ、もちろん専門家の方が一番教えてくださるんですけど、そこも仕事としてやらなきゃいけないのはすごいなかなか慣れなかったですね。あ、やっぱそうですよね、うん、だって今までは建築っていう分野に対してコンサルだとかいろいろやってたと思うんですけど、うんうん、はい、全く別の分野をやるっていうのは確かにプレッシャーかかりますよね。そうですね、なんか水の建設も建築ではなくても一応建設なので、はいはい、なんとなく、あ、こういう段取りかなとか、あとはエンジニアと仕事するのってすごい楽なんですよ、私にとっては、はいはい、でも農業のなんか季節とか、ね、タイミングがずれたらとか、それこそ気候変動とかっていうのにすごい影響されるっていうのが、やっぱりもう最初はこんなに季節を読んでやらなきゃいけないのがなかなかこう難しいなと。いや、そうですよ、感じてました。はい、実際農業とかやるときって種とか植えて本当に芽出るのかっていうところから多分始まると思うんで、なんでそういったところで確かに難しさはありますよね、はいはい、逆に嬉しかったことあります？嬉しかったことは3年で農家の人たちが生計向上して、子どもたち学校に送れるようになった、一ランク上のいい学校に送れるようになったんだって話してくれたり、もちろん畑がすごくたわわに実ってるのを見るのも嬉しいし、あとは給水事業で言ったら
からすごい印象的だったのが、うん、すごく貧しい村にそこ全然もう地震の後水が干からびてしまったんですけど、そこにいる人たちでお風呂にも全然入れないからちょっと埃っぽい格好をしてるんですけど、その人たちのところに給水施設を作って初めて家庭用水栓、はいはいはい、タップを開けるところに行けたんですよね、はいはいはい、出張で。その時にもう子供たちがすごい水をずっと眺めてるんですよね。でなんか私が子供の頃は例えば水が出たらこう水遊びしたりとかっていう感覚があるんですけど、その子たちはバケツをどんどん持ってきて水がもったいないからって水をすごい大切に、その子たちはまだ5歳ぐらいなんで地震の後に生まれてるんですよね、はいはい、だから水が村に来たことがない。あ、そういうことなんですね。そういう子たちの村に水が来た時の風景っていうのはすごい、みんなも廃状態だったっていうのはあると思うけど、すごく喜びに満ちていて、こんな風景はなかなか他の仕事をしてては見れないなとは思いますね、うん、まあ、確かに現場に入ってるからこそ見れる風景ですよ ね、 それは、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、実際国際協力とかそういったところの団体って、まあ、いっぱいあるじゃないですか、はい、いっぱいある中でピースウィンズジャパンとしての魅力っていうのは聞きたいんですけど、はい、どんなところあります？いろんな国で2021年の段階では17地域だったと思うんですけど、うんうん、なかなかそんなにいろんな国とか地域で事業を行ってる NGO っていうのはすごい限られているので、うん、なので結構近い国のスリランカとかの事業地の人たちと、まあ、同じような給水の事業とか農業の事業とかいろいろやってたら、そこでこう情報交換なり悩み相談したりとか、うんうん、そういうところもすごいできるし、うん、母体が大きいので、うん、本部もいろんな国の情報とかやり方とかを分かっているので、はい、そこは柔軟に対応してくださるところはピースウィンズすごいところですかね。ピースウィンズのメンバーの方ってやっぱり海外のことが好きな方とか多いですか？海外好きじゃない人は聞いたことがな ないあ、そうなんですね。なるほど、うん、ちょっとじゃあ最後に2つだけ聞きたいなと思ってて、はい、山口さんとしてピースウィンズジャパンで今後どうしていきたいかっていう部分と、はい、あと個人としてどうしていきたいかっていう、この2点ちょっとお伺いしたいなと思ってて、まず今ピースウィンズジャパンネパール事業やって3年目だと思うんですけど、これから4年目行かれると思うんですけど、はい、そういった中で自分としてどうしていきたいとかって何かあったりしますか？そうですね、ネパールはやっぱり先ほどお伝えしたように、うん、気候変動とかの影響でだいぶ状況が変わってきているので、それに対応したような事業を模索できればなっていうところはあって、うんうん、今までみたいに成形工場とかもありつつ、これからのネパールだけじゃなくて地球全体を考えた時の気候変動に対応したようなことに少しずつ関われたらいいのかなっていうのはありますね、うんうん、なるほど、ありがとうございます、うん、山口さん個人としてはどうですか？私はネパールで結婚したので時々細くなるかもしれないですけど、うん、これからも長くネパールに携わっていけたらなっていうのは思ってます、うんうん、なるほど。ネパール好きですか？ネパールは、はい、好きじゃないの？即答で好きってくると思ってたのよびっくりしちゃったよ。ネパールは仕事する場所ですよね生活してますけどね。そう、ネパール好きな人って本当に好きなんですよ。あ、そうなんですね。そういう人と比べると私はまだまだだなって。あ、やばい。あ、そういうことですね。そうです、そうです、はいはいはい、うん、だから人並みには好きなんですけど、うん、ネパールに本当にずっと住んでる方を見てると、うん、私好きってまだ言えないかもしれないっていうくらいの重鎮がいるってことですね。そう、ネパールラバーがいっぱいいるので面白い、はい、そうなんですね、はい、なのでいろいろこうフィットする人フィットしない人いるかもしれないですけど、一回来たら多分ハマる人はたくさんいらっしゃると思うんですよね。なるほど。ちなみにもう一点聞きたいのが、はい、山口さんって今ネパールにずっといらっしゃるじゃないですか、はい、日本に戻ってくる機会ってどれぐらいの頻度あるんですか？1年に1回ぐらいですかね。1回ですね。その時日本食まだ持ってってるんですか？その時はもう日本食は持ってってないです。あ、持ってってないですね。持っていってないです。あ、そうなんだ、はい、もう慣れちゃいました。慣れたというか他に持って帰りたいものがいっぱいあって優先度下がってきた。ご飯の優先度下がってきた面白すぎるなるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ってことで今日はですね、国際協力の中でもピースインジャパンでネパール事業を担当されている山口さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、最後にピースインジャパンのホームページとかインスタグラムもやってるんですよね？はい、そうですね。だからそういった部分は概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。